Miracle 君はいつだって So I can hold my handそこへ行くわけか。検証する価値はある。前にも言ったが、そんなものはない。ベア、あると仮定するんだ。ないと決めつけたら目の前にあるものさえ見失う。うん。キー・オブ・ザ・トワイライトはこのゲームのどこかにある。ねえ、聞こえる？この子いつ起きるの？いつ話せるようになるの？壊れちゃったの？違うよね。私が知った時にはすでにネット伝説的な話になっていた。沈静化した後ってことだな。そう、司のことがあるまでは忘れていたくらいだ。そっちは？全然ホットだったと思う。初めて見たのはファンサイトの DBS だった。その時にはもう論争になってたな。あるに違いないという連中、存在するわけがないという連中、お互い一歩も譲らなかった。あんたは？論争には参加していない。とりあえず動け、とにかく試せ。俺は四の五の言うより探してみればいいと思った。ちょうどそういうタイミングでもあったんだ。騎士団を結成して間もなくの頃だ。ああ、円卓の騎士を知らないか？アーサー王の騎士たちは聖杯を探し求め、スバルの騎士たちはキー・オブ・ザ・トワイライトの探求をする。どうだ、これは燃える。見つからなかったけどな。失敗を恥じることはない。なんとなればそれは取り返すことも可能だし、同じ過ちを繰り返さなければいいだけのことだから。それよりも失敗を恐れる心をこそ恥じるべきだ。それにこの場合、探しに探した挙句見つからなかったことで、そういうものは存在しないと結論を出すことができたんだ。十分だろう。そもそもこの話の出どころはどこなんだ？いない。すみません、 お願いがあるのですが、こんな時間だから人がいなくて困ってたんです。聞いてもらえますか？何時？4時過ぎ。そろそろ明るくなる。そっか。私明日から、っていうか今日から旅行で3日間いなくなるんです。それでその間、私のプチグソを、この子の世話をお願いできる人探してて。ダメですか？面倒い。そこをなんとか。3日だけお願いします。今回は遠慮するそうだ。だったらマクアヌでも構いませんでしたので。あそこは何かと人の目があるからな。で、何でしょう？キー・オブ・ザ・トワイライトの正体を探るために、その話の出どころを知りたい。いや、すまん。あんたとクリムのコンビというのを想像したらついな。どんな想像をしたか何となく察しはつきますが、実際は違います。そうなのか？キー・オブ・ザ・トワイライトの存在について、自分はとにかく探していただけだ。そういう小難しいことはスバルに聞けと、クリムはそう言っていた。
全てにおいてその調子だろうと思ったんだが。クリムは突然走り出します。そしてあっという間に駆け抜けてしまう。私には彼の行き先を見定めるのがやっとでした。その意味においてはあなたの言う通りでしょう。彼に手綱をつけようとは思わなかったのか。なぜ。だって私はあの人に、彼のそんなところに助けられたのですから。キー・オブ・ザ・トワイライトの存在はそれ自体が謎に包まれています。聞こう。どうしたん？ん？ぼーっとしてた。仕事忙しいの？知ってるのか？俺の仕事。いや、BT に聞いたけど教えてくんなかった。そうか。何屋さん？秘密。どうせ。あのさ、私やっぱないと思うよ。キー・オブ・ザ・トワイライト。だから、仮にあったとしたらって話だ。だってそれってゲームシステムを根底から覆しちゃうアイテムなんでしょ。そんな迷惑なだけじゃん。何のためにあるわけ。いいことに気づいたな。ひん。アポトーシスという言葉がある。ん？人の手は最初からこんな風に指が5本あるわけじゃない。はじめはヘラみたいな形をしている。指と指の間の細胞が死んでこの形が作られるんだ。死ぬ？プログラム細胞死ってやつだ。死ぬためにセットされた細胞。これは命のありように反する。だがその結果として指が生まれる。システムに反するキー・オブ・ザ・トワイライトも何かを生み出すためにあるかもしれないってこと？妄想だがな。そう考えたら一概にないと決めつけるのもどうかと思えてきた。でもさ、これゲームだよ。妙なゲームさ。ここだけ他のフィールドと様子が違うのはどういうわけだ？前もそんな話したね。で、調べた。あ、ベアって探偵。外れ。回答権はあと2回かな。ちぇ。この場所はかつて湖に浮かぶ小島だったそうだ。そういう設定なのか、実際グラフィックスとして水が描かれていた時期があるのかはわからん。だがこんな話もある。ここの水が枯れたのは BBS に奇妙なメッセージが載った直後のことだったな。私が知る限り遡れるのはその BBS の書き込みまでです。内容は？わかりません。文字化けがひどい上にメッセージ自体がドイツ語だったらしく、読めた人はほとんどいなかったといいます。すぐに削除されてしまったことも内容を不明にしている大きな理由の一つでしょう。とはいえ論争が起こる程度の情報はあったわけだろう。論争自体どこまでオリジナルのテキストを元にしたものだったか。さらに言えばそのオリジナルでさえ誰かのいたずらという可能性もあるのですから。ふん、見たいな、そのメッセージ。あれ？ん？あれってさ、あれでない？ああ、騎士団と揉めたやつ。お前行けば声かけろよ。なんで、関わんねえ方がいいよ。いいから行け行け、自慢できるって。ん？あれ？え？違うわ、うん、あんだけの騒ぎ起こしたやつが今さらプチグソいくせもないもんな。俺とお前ほども違う。何？なんで？ドゥナ・ロリアックのプチグソ牧場にようこそ。何について知りたい？あの子どうしちゃったの？ん？
おお、こりゃ大変。あの子はプチジステンパーだ。名前以上に恐ろしい病気だよ。予防接種しなかったのかい。治る？特効薬はパープルチェリーだね。そっちも探してみる気になったわけか。まだそこまではな。ただ司のこともあるんで、まるっきり無視することもできないってとこだ。それほど司にご執心か。あってもなくても私はどっちでもいいけどね。どっちにしたって探しようないじゃん。手がかりらしい手がかりってなんもないんだし。ミミル、ネットは広いぞ。知ってるよ。だからこのゲームのユーザーだけで2000万人だ。どこかに最初のメッセージを持っている者がいるかもしれない。情報を求むって BBS に書き込む？そんなことはしないさ。スバルがいて、クリムがいて、どうやら私たちは人脈に恵まれているようだ。なるほど、あいつか。ということはミミルの出番だ。あいつって、あいつ？やだ、冗談。なんでよ。というわけでよろしく。えっ！ほひょ。あはんよ。喋るな！何も言うな！おや？ミミルだよね。おお、そうさ、そうだとも。芸風変えた？あんたには強気に出ることにした。根拠ないけど。スミッと。嫌いじゃないよ、そういうの。あんた、情報屋とか知らない？情報屋？1年くらい前に BBS にあった書き込み探してるんだけど。どんなどんな？あんたには無関係。じゃあ俺も仲間になる。うっ、お断り。混ぜてくんなきゃ押せない。本当に知ってるんでしょうね。知ってる、すご腕だよ。お帰り。その顔だと収穫なしか。あったよ。ほう。もしかしたらヘルバってキャラと連絡つけられるかもしれないってさ。ヘルバ？そう言ったのか。
うん、凄腕だって。知ってるキャラか。噂で名前くらいはな。あいつそんなキャラとも知り合いなのか。いや、知り合いの知り合いってやつらしいけど。何者なんだ。超凄腕のハッカーさ。ハッカーがゲーム？しかも超凄腕の。人の趣味をとやかく言えまい。いや、趣味なのか、それとも面白いな。大収穫じゃないか。なんだってそんな浮かない顔してるんだ。だってヘルバと連絡つける代わりに空も混ぜるって約束させられた。そのくらいあしらえずにどうする。おや、BT だ。ミミルの方が良かったか。どっちか選ばなきゃダメ。知るか。今日は跳ねないのか。雨だからね。よくわからんやつだ。はいはい、エルバと連絡取れたよ。で、彼女あんたたちのこと知ってたみたい。後で向こうから連絡するって。それだけならメールでもよかったろうに。これは口実、本題はこっから。あんたクリムとつるんでるらしいけど気をつけた方がいいよ。そうなのか。あんたあれが欲しいんでしょ。俺発見者になりたいだけ。アイテムそのものに興味はない。だからあげる。でもクリムはどうかな。あれでもあいつ元は高位の騎士団にいたんだし。システムに反するアイテムなど許さないか。クリムが先に見つければなかったと言い張る。あんたが先に見つけても取り上げるね。なるほど、ためになった。俺お得だよ。考えておこう。食べて、元気になるよ。起きなくていいから食べて。ねえ、どうして引き受けたの？もうちょっといてよ。嫌ならいいけど。どうして、どうして僕だけこんなんだろう。
かい。さっきのプチグソもあったかかった。元気な時はもっとあったかくて、プチグソの子供があんなに暖かいなんてちっとも知らなかった。だからそれが消えちゃったら嫌だなって。だから